はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日もお隣は航空ソムリエ宮田美恵子さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう今まで数々、はい、いろんな方のこう歌声を聞いてもらったり口の形見ていただきながら、解説をしていただきました、はい、けれども今日は、はい、いよいよ藤井風さんでございます。私がもう毎日いろんな方に教えていただいて、見れば見るほど歌の良さ、それから表現の素晴らしさにハマってきているわけなんですけど、そのたくさんいただくコメントから、もう今そんだけ見てるんだったら藤井風さん、航空ソムリエ宮田さん見ていただいたらどうですかと来ました。ありがとうございます。藤井風さんはご存知はご存知ですか？もうあの素晴らしい曲だし、素晴らしい、なんかもう魂から、そうね、はい、もう本当天才的と思っているので、これからねちょっと映像を見させていただきながら、はい、あの解説していこうと思うんですけど、これをこうね、どの映像をどっから見ようかって言ってる時に、うん、歌詞がいいんですよ、そうなの、言ってましたね。歌詞がいいの、ちょっとまあ、うん、内容もそうなんですけど、うん、もうなんかね、一つ枠を飛び越えたというか、そうそうそう、うん、飛び越えましたね、なんか悟りを開いているような、はい、うん、なんかそういう内容の歌詞なんかもたくさんありますし、うん、私なんかはまあボイストレーナーとして見てると、うんうん、その歌詞、いろんなものをこう言葉としてもね、うん、まあ、日本語も英語も歌われますけど、うん、一つ一つの言葉がね、本当に柔らかいというか、うん、そうですね、なんかこう押し付けがましくなく、はい、ご自身も楽しんでいて、なおかつその自分の響きも心地いいなと思いながら歌われてるから、多分ずっとと聞いてても、うん、多分終わらないと思う。そうね、居心地がいいもの、うん、こう聞いてても、ね、すごく居心地がいいいいし、なんかこうね、ちょっと気持ちがちょっとこう落ちる時とかに、はいはいはい、なんか優しく、うん、入ってきて、でその詩がさらに入ってくるんだ。詩がいいってさ、本当私に熱く語ってましたよ。そうなんだ、からもう聞いてる、ね、聞いてて詩が入ってくるっていうことは、うん、しっかりその歌をきちんとその滑舌ももちろんよく、素晴らしいですね、よくぞ言ってくれました。そう、歌ってるから耳に歌詞が残るんだと思っていて、 そこがまたすごい魅力だなって思ってます。歌っててそんなにこうメッセージとか言葉が入ってくるっていうことは、歌が安定してる大前提ですから、うんうん、私なんか特に音がもう不安定だったりすると、うん、もうそっちに集中しちゃって、うん、もう歌詞の内容が全然入ってこなかったです。あ、やっぱりはそうなんですね。藤井風さんも素晴らしい。あ、だから入ってくるんだ。そうですと思います。あ、そう、 なんかこうね、スーってこう入ってきて、うん、とてもまあね、見ててすごくいいなと思ってます。まあ、そういう方が、まあ、もちろん日本人も多いですけど、うん、海外の方でも多くって、うん、もう再生数なんかも先ほどもね、ちょっといろんな動画見せたら7000万回再生とか再生されてる動画もありますけど、今日は今から宮田さんにその藤井風さんのお口周りをプロの目線で見ていただくために、はいはい、私が前にね、あの解説した動画なんですけど、ちょっとこれ覗き込んで、タイニーデスクコンサートジャパンっていう、はい、映像が YouTube に残っておりますので、こちらの今、はい、ダーンっていう曲が終わったところから、このあとキラリという楽曲があるんですけど、それをちょっとね、はい、皆さんと見ていきながら、はい、藤井風さんの口の周りを中心に見るという非常に変わった動画というか、はいはい、マニアックな動画と言っていいと思うんですけど、はい、まあ、藤井風さんファンたちでね、はい、ぜひそのプロの意見を、はい、今見ながらいろいろね、もうお話そのまましていただきますので、楽しんでいただきたいと思います。それでは、タイニーデスクコンサートの14分32秒のところから再生ポン、今ダーンが終わりました。でそこで今です今ね、見えてないと思いますけど、今ね広告が入りまして、ちょっと私たちねチョコザップの CM がで、ドラムの方がシンバルチッ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 、藤井さんがちょっと笑ってますけど、もうでも口角がバーンと上がりますよ、上がってますね。腕を組んで、もうこのリズムとか心地よくてね、もう立ち上がって踊っちゃってますね。もうなんかこう自然にね、
そう、もう後ろ向いちゃってますからね、完全に体のもう使い方が、体幹もいいでしょうしね、体幹が、うん、後ろのコーラスの人もゆっくりなんか飲んでましたけど、ね、いいですね、いいですね、いい具合のこうゆるさが、うん、でまた座って鍵盤見ないで右で弾き始めて、ね、てますよ、左はなんかジューンってやってますけど、そしてこのピアノ右手すごいですよね、口関係ないですけど、もう右手に魅了されてますよ私たち、すごい、手も綺麗指が綺麗やっぱりそうだあれから、うん、でその今歌い出しました、さあ口周り見てくださいよ、うん、かっこいいですけどもちろん、すごい声いいですよね、声の響きめちゃくちゃいいんですよ、うん、カメラ目線かわいい、サラリー、すごい柔らかい、柔らかい口周りが柔らかいから、口周りが、うん、なんか全てが柔らかいじゃないですか、首も今柔らかく動いてますけど、そうそう、全体がすごい、わーすごい、すごい、ここまで見えちゃいますもんね、全部、全部、うん、わあ、鍵盤の人がもうノリノリですから、ほんとすごい綺麗な笑顔も、ここが柔らかいっていう感覚です ね、 ほら、ほらほらほら、すごい、また生きてきたけど最後は夢、確かにね、うん、ここが限界版だけどな、ほら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 、すごい口角がここまで上がる、お口自体はちょっと大きいんですか、うん、全部が大きいですね、中も大きいし、うん、探してらよ、うわっていうの見えっぱなしですね、うん、そう、何もまあ、待ってちょっと回すみたいな、でもどこまでもありふれ日差しの中を見なかな、もう、何回見てもうまいな、さらに新しい意味もいやすごい、うん、すごいですね、いいよ、あ、なんか今まで見た中で一番、ちょっとここまで確かにすごいですね、うん、すごいですね、今ちょっと開くところでもう一回止めようかなと思いますけど、あ、ここ、うん、そう、もうはい、今ね、うん、ここはどこだここはどこ、私の18分07秒ね、うん、止まってますけど、はい、もうお顔が小さいじゃないですか、お顔小さいですよ ね、 もうお顔も小さくて本当スタイルもいいし、はい、で、こう見た感じではものすごくこう大きいとかは全然わからない、やっぱそれこそ中も大きい、口の中も大きいし、はいはいはい、ここの、周りですね、口の周りも柔らかいから、それはこの素敵な歌声が全部もう持っているから出るんですよ、あの途中でね、その口の周りが柔らかいっていう表現をされましたけど、うんうん、はい、こう、まあ、単純にここの動きがっていうことですか、動きも、もともとここの皮膚も、皮膚もここの皮膚自体も柔らかいんだと思います、皮膚自体が柔らかい、皮膚ってあれですよ、そう、皮膚って硬かったらどんどん老化しちゃうから、ちょっと佐々木先生硬そう、こうやってちょっとボソッとボソッと言いましたけど、これでこうの伸びるというか、このゲームがこう、いや確かに自分でも硬いなと思いました、そう、柔らかく、あ、でももうツヤツヤな感じしますもんね、私もう本当に柔らかくて、うん、口がっとこう全部開けるんだと思うんですよね、
あの私ね、うん、ボイストレーニングのレッスンでも、うん、その口角を上げましょうって、はい、まあ、言うんですよ、うん、で私も一緒にこうやってグッてやると、うん、先生よく開けますねって、うん、生さんに言われることあるんですけど、うん、私はそれを今のこのね、うん、皆さん見てたやつ、藤井川さんの口を見て、うん、負けている、うん、まあ藤井川さんに勝とうなんて思わないんですけど、ね、先生ほら今すごく一生懸命上げてここじゃないですか、はい、うん、でも爺さんは自然にここまで柔らかいから、いやほんとそうだわ、ぐっとこう上がるわけですよ、これは私は目いっぱいグッてやってますからね、目いっぱい一生懸命こうやってみんなここを使ってグッと上げるんだけど、もともともう柔らかいからもう持ってるんでしょうね、このものをね。でやっぱり歌もたくさん歌われるし、動かすから余計柔らかくなる。私はね、うん、あの藤井風さんのいろんなこう動画と音楽聴かせてもらって、うん、はい、子供なんだなと思ってるんですよ、うん、はいはい、あのそれはもう全部幼稚ってことじゃなくて、うん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 、子供ってもう表情がすごい豊かだし、うんうんうん、その感情がすぐ表に出てくるし、うん、で声も目いっぱい出るっていうのは、うんうんうん、あれまあ呼吸も腹式呼吸だし、声の響きもいいしっていうのが、うん、だんだん大人になると、うん、いろんな条件でやっぱそれがなくなってくるんですよ。そう確かにそうです。でも藤井風さんってそうそう、うん、動きもさっきも勝手に踊ってましたけど、うん、全部子供の感じなんですよね。そうね、もうピュアなね。ピュア、そう、うん、ピュアですね。こう感じですよね、そのまま。ここがだからニって上がっちゃうのは、はい、子供の時のまんま。まんま、そうですね。とてもだから素晴らしいですね、子供の時のまんまで来れるというのは。で私たちはこの、うん、まあ、藤井川さんのもちろん作る楽曲なんかも素晴らしいんですけど、うん、この立ち振る舞いとかにもちょっとやっぱりこう憧れというか、うん、そうそうそう、なんか良さをやっぱ感じてしまう部分でもあると思うんですよ、うんうん、でそれを今宮田さんがお話してくれると、うん、ここが確かに、うん、私はさっきやったようにグッてやるときは頑張ってあげてますけど、うんうん、今ここであげてる写真は、うん、自然ですもんね。そう、もう自然に柔らかくぐっと上がって、そしてこの歯並び見てももう綺麗に全部揃ってますから、で中が多分本当にあの表からわからないぐらい中はちゃんと大きくて顎もしっかりしてるんだと思うんですよね、うん、完璧です。完璧だと思いますよ。先ほどだって今まで見た中でも一番、うん、だって一番大きくこう柔らかく上がるから、だからもちろん肌もツヤツヤだし、そう、柔らかいのがもうとにかく一番見るって求められるものになるから、実はもうそれが自然にこうなってて、ましてこの口の開き具合、中歯並びっていうのが全部揃ってて、うん、でなんか全てがこうピュアなところからこういう楽曲がもうどんどん出てくるし、まあ、そうですね、うん、でこうしたらこう思われるとか、うん、そういうことじゃなくて、そう、彼はその自然ね、楽しいメロディー、楽しい言葉っていうのをもう自然と出して、うん、出してる。確かにあの例えば体でね、今言ってくれてましたよね、うん、はい、ここまあまあここもそうですけど、うん、あの子供ってみんな体最初柔らかいじゃないですか。柔らかい、そう。であれ私もあれだったはずなんですよでも今全然できないですよね。そうですね。でもあのままだから大人になってきてるみたいな、うん、そう、柔らかいんですよ。それが表情バージョンというか、うんうんうん、まあ、全体で動きもそうですけど、うん、で、まあ、これあんまり日本人だからとか外人さんだからって区切っちゃいけないんですけど、うん、でも声ということだけで言うと、うん、やっぱり外人さんの声の響きってすごいですよ、すごいですね、深みが、うん、でも藤井風さんって高尾と張りに行った時に、はい、あれと同じ響きがバンッと一瞬出たりするんですよね。でも、まあ、日本人じゃないですか、うんうん、その奥の広さみたいなものは、うん、ある程度持って生まれたものってあると思う、はい、全部備わったまま備わってる、ね、でそれが、うん、赤ちゃんの時のままというか子供のまんま、うん、こうして、まあ、大人になっても、うん、そしてプロになっても、うん、この表情表現力で歌えるのが、はい、口にも出てますっていうことなんですね。そうですね、出てますね。え、外人の方はなんであそこまで声が出せるんですか、うん、やっぱりまあもちろんそのね、いろんな要素ありますけど、うん、一つは骨格って言われてますよね。でその今その話をしようと思った。すごいじゃないですか、ね、これ台本なしですからね。やっぱりじゃあ骨格がこうしっかりしてるってこと。顔の中の分かりやすく言えば鼻が高い、はいはい、ということはこの空間が大きいわけですよね。あ、頬骨が高いとか、はい、
だからもう結構こうなんですか、立体な顔の方がガリさん多い。あ、多いですね。あとやっぱりここの表情が柔らかいですね、うん、はい、うわーってやった時に空きが大きい。あ、それと同じ要素。同じじゃないですか。そうだから私もそれをねちょっと思って、中の骨の作りが、うん、あのきちんとしていて、うん、なんで余計にこう広がれるのかなって、うん、あのもう全部としてもそうです、うん、で体柔らかいのもやっぱり骨もしっかりしてるから、ね、はい、ついてる筋肉が柔らかくっていうところだと思うから、顔を持ってるものがやっぱりその向こうの方と、うん、あの同じような、うん、あの骨を持ってるのかなって思うんですよね、うん、もう一個言うとその英語の発音の中にその R というのがあって、うん、はい、 あれが日本語の発音にはなくて、はい、うん、R というのはその顔の中で響かせる音なので、はいはい、それを日常に使ってる人はまあ響きやすい、はい、だから電車の中とかで日本でね、はい、外人さんがこうお話ししてる声って結構やっぱ響きますね、大きく聞こえるっていうのも、うん、その R の発音が日常的にあって、はい、顔の中で響かせることにも慣れている。 R はどういうベロになってますね。そう、あのいつも言ってるあの位置の使い方なんですよ、はい、ベロの下の下のミカのベロの先が上のとこについて、あー、あーの時も必ずでそこにつくじゃないですか、それのそこ全部つながってるんです。つながってる。でも一人もね、うん、藤井風さんというこの歌ってるとこ見ると、うん、はい、宮田さんから見たらもうこれもほぼ完全体という、うん、完全体だと思います。骨、ね、自体の作りもその中の空洞もここの空きも柔らかさが、それは世界の人が聞いちゃうわけですね、うん、聞いちゃうわけですよ、聞いちゃうわけ、うん、彼のこうね声ってなんかすっと本当こう入ってきても本当に居心地がいいなって思う、聞き心地がいいのも、うん、この辺の柔らかさっていう可能性も十分ありえますね。はい、そこでの魅力大きいですね。もうこの口で ね、まあ、でもね、もうこの口見ていただいたら、はい、うん、私頑張って川ですから、確かに言われたらそうですよね。頑張ってここを上げてここを鍛えるのはすごく大事なんだけど、うん、柔らかさも必要なんですよ。だからね、本当はやっぱりこうちょっとねマッサージもしてもらいたい。それから普段からニコニコした方がいいですね。で常に口角をいつも上げるというようにはい、あの私自身も気をつけてそうニコッとこう、そうするとね、あのいろいろちょっと作りすぎてるとよく言う、ちょっと作りそれは作りすぎてるかなって思うんですけど、まずここからかなっていう。まずはでも寺田先生もほら綺麗な、ね、歯をお持ちになっていらっしゃるから、どちらかというとね、はい、真ん中も揃っているので、うん、だからやはりボイストレーナー来ました。最後取って作ってるように私はやっぱりそれは声発声もあのもう持つものもあるの で、 あの素晴らしい声が出せるっていうところだと思いますから、取ってつけてありがとうございます。いや、そのとんでもない。でも本当にあの皆さんが見て、はい、藤井風さんのそのこの辺の柔らかさっていうのは、うん、改めてそうだなと思いましたので、皆さんもそんなことを踏まえてね、うんうん、またあの藤井風さんの良さを ね、うん、また感じていただけたらというふうに思います、はい、ということで今回もね宮田さんにかなり詳しくお話しいただきました、はい、本当にありがとうございました。